ゴーキチューリュー、ワンピー側が研究準備。ユーズツリーとかやっと16-32かなんかの戦いになるのかな、これは。いやー、僕の塔にもう半年くらい前に陥落してるのに、未だに太陽を戻ってるか、ヨシル。今日は久々の0-3。まあ、この間の金曜日、先週金曜日、セダンの間で1位と A コント、オンタブランカではね、レベル制ランバーで一気に12ミキかける2ぐらいの影響でレベル4まで上げてましたが、たまにやる0-3はどうなのかと。さあ、俺さんがぶっ刺さって、サメハゲ、先ほどギラーしたキョーパー。状況的にさ、吉川結構美味しい。追っかけなきゃいけないチェンジはちょっと面倒くさい。まあ、チェンジ的には追っかけてもらう展開のが美味しいですよね。無法な判定持った技で、やって相手がブチブチになって追っかけてきたのを適当に現実とコパンでいなして、で、向きになったところにスパコンなり、ギャロガンなりでね、展開作ってきたキャラなんですが、大吉戦はちょっと変わってくる。そしてダーヨシはオリコン持ってないキャラを殺すのがめちゃくちゃうまい。なんでって、生き生きとオリコン食らわないのをいいことにやりたいことができるから。ダーヨシの、そうですね、前線とか芸術ですよね。ユーゼツケリーの緑に入ると思うんで、見た方がいい。